皆様こんにちは、シェードと申します。ポケモンソードシールドのゆっくり実況動画をやっていきたいと思います。今回から、シーズン15のシングルランク魔の対戦になるね。禁止伝説ポケモンが1匹だけ採用可能なルールになったよ。というわけで、ドレディアと相性のいいグラードンを採用してみました。グラードンの日照りで天候を晴れにすれば、ドレディアの揚力素で素早さを2倍にすることができますね。そして今回は、ドレディアに癒しの願いを採用しています。消耗したグラードンを癒しの願いで回復できれば、実質近伝2体分のパワーを出すことができる。これはお得だ。以前コータス入りで同じような戦術の動画を投稿してたね。グラードンの通りはいいように見えるけど、お相手の近伝枠のイベルタルに勝てるだろうか。イベルタルには素早さが負けているから、ミミッキュのトリルでグラードンが先手を取れるようにしたいわね。先発グラードンで暴れつつ、ドレディアとミミッキュでグラードンをサポートしましょう。ミミッキュでトリルしてから、ドレディアの癒しの願いで回復したグラードンを出せるのが理想的か。というわけでこちらはグラードン、ドレディア、ミミッキュの3匹でいきます。対戦よろしくお願いします。さて、お相手の初手はメタグロス。グラードンは物理耐久が超高いから物理技はあまり痛くないし、こちらはタイプ1で弱点をつける。有利な対面ができたわね。とはいえ物理耐久が高いのは向こうも同じだし、メタグロスが弱点保険を持っている可能性がある。弱点をついちゃって大丈夫だろうか。グラードンの持ち物は命の玉だし、専用技弾崖の剣経由のダイアースならかなりの威力が出るから、HP ぶりだけのメタグロスなら大魔されても一撃で倒せるわ。ここはダイアースでいいはずよ。じゃあ弱点保険は警戒しなくてもいいか。イベルタルの抗体をケアして、ダイバーンを移っててもあるけど。ダイバーンでもいいのだけれど、グラードンは特防はあまり高くないから、できればイベルタルが来る前にダイアースで特防を上げておきたいのよね。まあ居座ってるみたいだし、ダイアースでよかったね。禁止伝説の中では低めな特殊耐久を補えるし、グラードンとダイアースは相性がいいかも。さあ、原始回帰がなくても戦えるところを見せしていきましょう。仮に原始回帰があったとしても、交代した時点で晴れが切れるからドレディアとの相性は良くないけれど。ってあれ、メタグロスが先に動くのか。素早さ種族値はグラードンが上だから、お相手が素早さに振っているのかな？いや、このグラードンはトリルように最地にしているから、メタグロスが素早さ無振りでもこちらの方が遅いわよ。まあ冷凍パンチはあまり痛くなかったし、倒せたので良しとしましょう。さて、ダイマックスしたグラードンを止められるポケモンはなかなかいないでしょう。対抗できる子がいるとしたら、同じく禁止伝説の、イベルタルしかいないわよね。昔 XY で配布された色違いの子かしら。こちらはダイアースで特防が上がっているから、イベルタルとも十分打ち合えるはず。ダイサンダーで殴っていきましょう。お相手もダイマを切ってくるはずだけど、こちらがすでにダイマを一ターン使っちゃってる分、打ち合いは不利な気がするけど大丈夫かな。危なくなったら、ドレディアに交代して癒しの願いでグラードンを回復しに行きます。いつドレディアに交代するかはお相手の動きを見てから考えましょう。ドレディアはタス気持ちだから、ダイマしたイベルタルにも後出しはできるね。晴れで特性揚力素が発動しているから、イベルタルにも先手が取れるし。ただ、ドレディアよりイベルタルの方が素早さ種族値が高いから、ダイジェットに買い積まれた場合は先手を取られてしまうかもしれないのよね。そこは意識しておきましょう。で、イベルタルもダイマ。ダイアークで特防を下げつつ大ダメージを狙ってくるか、それともダイジェットで素早さを上げに来るか。ダイジェットか。おそらくこちらの裏のエースバーンを警戒して、素早さを上げに来たのでしょう。でもこのダメージなら、次のダイジェットも耐えられそうね。お相手も命の玉か。ダイジェットは耐えるかもだけど、特性ダークオーラ込みのダイアークは耐えないかもしれないよ。返しのダイサンダーはいいダメージ入ったけれど、こちらも命の玉ダメージを食らうし、確かに次のダイアークを耐えるのは厳しいか。このターンにドレディアに交代しましょう。ダイボールでお相手のダイマターンを稼ぐのはダメなの？それだとこちらのダイマが切れてしまうから、次のターンお相手はダイジェットが安定になってしまうわ。先ほども言った通り、ダイジェットを2回打たれるとドレディアが先手取れなくなるかもしれないからダメよ。なるほど。このターンのお相手の選択肢は、こちらのダイマを枯らすダイボールか、こちらを倒せるかもしれないダイアークの2択のはずだから。ダイジェットを打たれることがないなら、このターンにドレディアに交代した方がいいはず。というわけで頑張って、クールなドレディア。以前の動画でも出した証持ちドレディアだね。今回もクールに頑張ってもらおう。さて、ダイジェットは打たれなかった。まだ晴れは切れないから、
次のターンは確実に揚力ソドレディアが先手を取れるわね。タスキのおかげで耐えられるし、これで切り返しが狙えるね。じゃあここは、癒しの願いを打つしかないかな。半減のリーフストームで倒すのは無理だし、コライルをしてもダイジェットで素早さを上げられるだけだからね。ここは癒しの願いでいいでしょう。というわけで癒しの願い、これでブラードンを回復できます。強引な受け出ししたり、一ターンで退場させたりしてごめんね、ドレディア。でもいい仕事だったわ。で、ダイジェットを付加して。これでお相手のダイマも終わるね。さて、前作までだとここでブラードンを出さないと癒しの願いが発になっちゃうんだけど、今作からは、癒しの願いの後に無傷の子を出すと癒しの願いが保有状態になる仕様に変わったわ。なのでここはミミッキュから出して、トリルしてからブラードンを出します。化けの皮で一発耐えられるから、タスキなしでも安全にトリルできる優秀なトリル要員だね。実際上技が呪いしかないから、トリルターンを稼がれると厳しいけど。というわけで今回は、呪いで実際上しやすいようにミミッキュに身代わりを採用しているわ。身代わりを2回張ってから呪いすれば、確実に実際上できるわね。なるほど。身代わり、トリル、呪いって動きをすれば、トリルターンを無駄にせずにブラードンに繋ぐことができるのか。というわけで身代わりから入りましたが、イベルタルは専用技でスイングを打っていたわね。与えたダメージの 75% 分 HP を回復するっていう、結構ぶっ飛んだ技だね。回復技なのに威力もそこそこ高いし。まあ化けの皮を攻撃しても回復しないし、玉ダメも入っているのでいいのだけれど、あの残り HP でも影打ちで倒すのは無理でしょうし、次も身代わりを張るしかないか。挑発とかを打たれたらかなりまずいけど、またでスイングを打ってきたね。命の玉出しブラードン相手に大ゴールしなかったし、フルアタなのかもしれない。ならば、トリル、呪いという流れは決められそうね。次のターンはトリルしていきましょう。デスウィングで徐々に回復されているのが地味に厄介なのだけれど、イベルタルの HP が4分の1以下ならミミッキュの呪いで倒せるんだけど、呪いを打つ頃にはそれ以上回復されちゃってるかもね。まあ呪いを耐えられても、ブラードンにトリルを3ターン残せるので十分でしょう。というわけで、身代わりを盾にトリルします。そういえば今更だけど、このミミッキュの HP160 なんだね。16M ちょうどだと定数ダメージ効率が悪い気がするけど。いや、他の方の受け売りだけれど、呪いで実際上を狙う方なら 16M ちょうどの方がいいわ。定数ダメージで落ちやすくなるからね。ああ、なるほど。例えば、ステロプラス化けの皮ダメージプラス身代わりプラス呪いで、ぴったり実体上ができたりとかするわけか。そんな感じね、トリルターンを残しやすいから便利だと思うわ。さて、不意打ち持ちということは、おそらくフルアタでしょうね。熱風も採用していて、ザシアンに対抗できるようにした方でしょう。今のところ、近伝の採用率トップはザシアンみたいだからね。不当の剣と巨獣弾が強すぎるし、ザシアン本人がダイマできないとはいえ、ダイマせずにお相手のダイマに対抗できる技を持っているのは優秀よね。で、イベルタルが呪いで落ちた模様。これは美味しい。トリル中にお相手の最後の一体を突破できれば勝てるね。お相手の金殿は倒したわけだから、こっちの金殿パワーで強引に押していけるはずだよ。よし、レジエレキ相手なら負けないでしょう。そして、削れたブラードンを出したので、保有状態になっていた、ドレディアの癒しの願いが発動。HP 最大かつトリルもある、理想的な状態になったわね。断崖の剣は命中不安なので、ヒートスタンプで倒しに行きましょう。ヒートスタンプは、ヘビーボンバーと同じく体重依存の技だけど、グラードンの体重は超重量の950キロ。近伝には重いポケモンが多いけど、近伝以外のポケモンに対しては高威力が期待できるね。晴れで炎技の威力が上がっているし、低耐久のレジエレキなら一撃で倒せるはず。というわけでこれで勝ってたらきかー。まあまだトリルもあるし、レジエレキはブラードンを一撃で倒せるような技は覚えないから大丈夫なはずだけど、破壊光線だとどのくらい入るのかな。いや、結構痛い。ドレディアが癒しの願いで回復してくれていなかったら耐えられなかったわね。癒しの願いがいい仕事してたんだね。妖力粗活癒しの願いが活かせるのはドレディアだけだし、ブラードンと相性が良くて差別化もしやすい方かもしれない。さて、改めてヒートスタンプで倒して勝ちです。グラードン、ドレディア、ミミッキュ、グラードンの流れがうまく決まったわね。対戦ありがとうございました。さて2戦目。グラードンの通りは悪くないけれど、お相手の金電枠がグラードンより早い無限ダイナなので、
今回もトリルを張っていきたいところね。ドレディアで回復もしたいし、さっきの試合と同じ選出がいいか。トリルすると、逆にオーロンゲやドヒドイでニグラードンが先手取れなくなるのは気になるところだけど。ドヒドイではタイプ1弱点をつけるからまだいいとして、オーロンゲが高校の尻尾トリック型とかだとかなり厄介ね。グラードンに尻尾を渡されたらかなり動きにくくなるわ。まあそこは交代で尻尾トリックをスカスとかしてなんとか対処するしかないね。あとグラードンからあまり通る技がないボーマンダも厳しいかも。ボーマンダはミミッキュの呪いとかで削りつつ、剣舞で火力を上げながら雷パンチで強引に崩していくということで、なんとかゴリをしていきましょう。というわけでこちらはグラードン、ドレディア、ミミッキュの3匹でいきます。対戦よろしくお願いします。さて、お相手の先発は、ウオノラゴン。先生エラガミを抜群で食らってしまうのは痛いけれど、晴れがあるのでダイマすれば確実に耐えるでしょう。ダイアースを打ちます。でも低体ダメージは食らうだろうし、ウオノラゴンを倒せたとしても次は無限ダイナが出てくるはず。エラガミプラスダイマックス砲は耐えないんじゃないかな。確かにそうかもしれない。お相手にダイマを切らせずにこちらのダイマを対処されるのは厄介ね。でもダイマを切らないわけにもいかないわ。ダイマしない場合は、そもそもエラガミを耐えるか怪しくなってくるからね。断崖の剣でウオノラゴンを一撃で倒せるかも微妙だし。交代してもウオノラゴンを流せるわけでもないし、ダイアースで倒しに行くしかないわね。さて、エラガミが果たしてどのくらい入るのか。いや言った？さすがに入りすぎだし、ハチマキでは。って急所かい？ダイマしなかったら落ちてたし、結果的にダイマで正解だったか。ハチマキじゃないならスカーフかな。あとは返しのダイアースで倒せるかだけど。倒せたみたいね。耐久に振っていないウオノラゴンなら確定一発よ。でも全然美味しい展開ではないわね。ダイアースで特防が上がったとはいえ、こちらはかなり HP を削られた状態。しかもこちらはダイマックスしているから、ここで出てくるポケモンといえば、無限ダイナよね。無限ダイナはザシアンと同じくダイマックスできないけれど、ダイマ相手だと威力が2倍になる技ダイマックス砲がある。今の HP だと耐えないでしょうね。やっぱりダイマを使わずに相手のダイマを対処できるのは強力だね。こっちはアタッカーをグラードンしか選出していないから、グラードンが倒されたらほぼ勝てなくなるよ。やっぱり回復してからトリルで切り返すしかないかしら。まずはドレディアに交代して、癒しの願いを打ちに行きます。で、癒しの願いを打った後に、ミミッキュでトリルしてグラードンに繋ぐ流れになるか。さっきの試合と同じ展開だね。無限ダイナはダイジェットで素早さを上げたりできないから、両翼ソドレディアで確実に先手を取れるのはまだ救いかしら。高速移動持ち無限ダイナは知らない。さて、再び受け出しになっちゃうけれど頑張ってドレディア。そして打ってくるのはやっぱりダイマックス砲。ソードシールド初期のマルチレイドバトルでめっちゃ見たエフェクトね。今ではエフェクトが長すぎてまず見かけなくなったけど。っていうか素材できるのか。タスキ持ちとはいえ、耐久にも振っているからね。で、ここは癒しの願い以外の技を打つ理由が特にないので、癒しの願いでグラードンを回復しに行きましょう。お相手は交代。無限ダイナはグラードンに当てたいはずだから、眠り罠とかで無限ダイナを動きにくくさせられるのを警戒した感じかな。さて、癒しの願いで退場。また受け出しからの即退場の流れで申し訳ないけれど、頑張ってくれてありがとうドレディア。でもラス1がオーロンゲなのはあまり良くないわね。ここからはミミッキュでトリルするわけだけど、最地グラードンでもオーロンゲよりは素早さが高いから、トリルかだとオーロンゲが先に動いちゃうんだよね。とはいえ無限ダイナにグラードンが先手を取るにはトリルするしかない。身代わり、身代わり、トリル、呪いでできる限り長くグラードンにトリルをつなぎましょう。その場合、オーロンゲに先手を取られて困ることがあるかどうかだけど、オーロンゲがリフレクターとイカ様を両立している方だと厳しいだろうか。リフレクターに対してはまだグラードンの剣舞で切り替えてるけれど、剣舞したらイカ様の火力が上がってしまうからね。イカ様を上から撃たれるのは厄介よ。イカ様は持ってるみたいだし、下手したら挑発を撃たれる可能性もあるね。挑発でトリルを封じられたらめっちゃ厳しい気がする。お相手がまだ大魔を切っていないから、巨大水まであくびが入ってしまっても厳しい。高校の尻尾トリック型でも厳しい。厳しいことだらけね。まあこちらはやれることをやるしかない。とりあえず挑発は打たれなかったからトリルは晴れるかもしれないね。次も挑発されなければトリルできるわね。ちなみにミミッキュも最地なのだけれど、先ほどから先に身代わりを張っていたし、トリルかじゃ先手取られちゃうわ。ってことは
トリルした後は、上からイカ様を撃たれることになるのか。ここで化けの皮が剥がされるし、次のイカ様は耐えないのでは。呪いを入れられないのは地味に痛いけれど、このミミッキュはエースバーンの巨大火球とかで落ちないように、ほぼ物理耐久に振り切っているわ。もしかしたら耐えるかも。攻撃に振らずに防御に振っているなら、その分イカ様の威力も落ちるからね。とはいえさすがに残り HP60 でタイプ1イカ様は耐えないんじって耐えとるー。よし、ならば呪いを入れられる。これでオーロンゲの処理速度を早められるかもしれないわ。いい仕事よミミッキュ。あとはブラードンに頑張ってもらいましょう。トリルが切れる前にオーロンゲを倒さないと、無限大なに上から殴られてしまう。ブラードンの特殊耐久だと無限ダイナの特殊技で致命傷を食らうだろうから、早くオーロンゲを倒さないとね。トリルはあと3ターンだから、2ターン以内にオーロンゲを倒す必要がありそうね。さて、ここでドレディアの癒しの願いでブラードンが全回復するわ。癒しの願いは HP だけじゃなくて状態異常も回復できるのが強いところだね。さて、ここは命中安定のヒートスタンプを打っていきたいところだけれど、ダイマされたら体重依存技は無効になってしまうから、断崖の剣を打つしかないわね。頑張って当ててねブラードってパワーインプ？なんだその方は。色をつくタイプのアタッカーオーロンゲだろうか。弱点だし、さすがにいいダメージ入っちゃったね。でも断崖の剣はなんとか当てられたわ。呪いダメージも入っていたおかげで、一撃で倒せたわね。これであとは無限大なのみ。トリルもまだ残っているね。ここから負けるパターンがあるとすれば、無限ダイナがタスキを持っているか、それか、断崖の剣を外すか。でも、ここまでずっと頑張ってくれていたブラードンが、この大事な場面で、外して、負けるわけがない。というわけで断崖の剣を当てて、私たちの、勝ちだー。まあ、これは負けってなんか避けたー。まだいける。トリルはまだ残っている。ここで断崖の剣を当てれば、勝負に勝てるんだから。次回、ブラードンシス。デュエルスタンバイ。いや当てとるがな。しかも急所だし。助けでもなかったし、なんとか勝てたね。断崖の剣、せっかくの専用技だから採用したい感はあるのだけれど、やっぱり命中安定の自信の方がいいかしらね。でも勝ててよかったわ。対戦ありがとうございました。さて、それでは今回の動画はここで終わりにしたいと思います。ドレディア・ブラードンの可能性を少しでも感じていただければ幸いです。皆様最後までご視聴ありがとうございました。また、動画を気に入っていただけましたらチャンネル登録、高評価いただけると嬉しいです。ではでは。